どうも、おはようございます。速課地区の久保です。今日は8月12日、朝6時になりますけども、冷やしを見ながらの相場解説ですね。えっと、基本的にね、えー、このチャートの動きっていうのは冷やしはこういう風に山を作って、もう一回山を作って、またここで山を作るんではないかなと思いますよね。まあでもこの山がね、この今お見せする大きさなのか、それとももうちょっと大きくなっていくのかってことがわからないわけですよ。 ですのでそれをこれから見ていくわけなんですけども今のところこれちっちゃい山になりましたよねちっちゃい山になるってことはここを天井にしてこれから縮小していく可能性があるんですよだから動きとしてはセルに向かうんじゃないかなってことも十分成り立ちますただしただしですよ冷やしを見ていくときに上昇トレンドを作っているかなとも思えるんですよというのが下に大きく振れたときって必ずヒゲを出して戻っていってるでしょですんでだんだん下に行く圧力もなくなってきてるんではないかなと いう,ふうにも思えるわけですよでも気になるのは陽線の時に下を出してていいるっていうところなんですよねだからここなんですよ陽線で下ひを出すってことは上に向かっている力がやっぱりあるってことなんですよねうんまあこういうふうに悩ましいなと思いながらこれから4時間を見ていくわけですね結構難しいなと思ってますよ今はあの簡単にポンポンポンと解答が出るようなそんな期間ではないですこの1週間2週間ね まあですんで、す、えー、ここは取れるなと思った時は小刻みにですけども20ピップスとか30ピップスだけでも取っていくみたいなことをしなければ利益を取るチャンスがなくなっちゃいますのでね。えー、そういったところをシビアに狙っていこうかと思います、まあ、そう考えると惜しかったのがここですよね。第2次岸田政権の総閣人事が発表された時に、えー、大きく下にぶれたじゃないですか でこの時にねあのやっぱりこうブレイクアウトが取れたはずなんですよなぜならその時にレンジ戦略をお話ししてからなんですよね私の考えではレンジ戦略の時には上昇トレンドに向かってましたから上抜けるんじゃないかなと思ってましたけども実際には下に抜けちゃいましたねただ材料組閣人事みたいな材料ってのはどっちに向かうか分かりませんのでこれはもう仕方がないんですよただブレイクした方向についていけばいいっていう感じた時に きちんとチャートに貼り付けたかどうかってことがポイントなんですけども、当然貼り付いてませんので、この2円にも及ぶような流れはね、取れてなかったっていうことが反省材料。でもその代わりに反動でこっちに上がってくるんじゃないかなって思えるんですよ。その動きがまだね、はっきりとしてませんけどもね、上昇に向かう動きがはっきりしないってことですよ。でも私はこれ、 そうそうここのフフェェーーズズを抜けててて第2フェーズに入っっくると思っておりますそのための根拠っていうのはいまいちはっきり示せないんですけども、うん、やっぱり上昇の圧力が強いってところじゃないですか、ね、上に行く時はやっぱいつも勢いがいいんですよ下に行く時はねやっぱこうためらいがちなわけなんですけどもそれからやっぱりこう下ひが目立ちますよね下ひっていうのは上ひに比べて勢いがどっちが強いかってことですけども下ひの方がなんか強いんじゃないかなと思ってます上ひはほとんど目立ったのが出てませんけどもね まあそんな感じなんで金曜日エントリーすればこうなるよみたいなことはっきり言えませんけども上昇していくんじゃないですかうんで今週も目立った利益ってのは取れていけませんでしたけどもそれでも細かい利益を積み上げればまあまあね10万円ぐらいになったんじゃないかなと思って振り返ってますけどもまあでもなんか難しいですね140円まで行くと思ったのが140円に行かずに今度は135円も行かなくなっちゃったわけですからただやっぱり基本的な概念としては円安の傾向には戻ると思いますよ うん、これを否定するのはなかなか難しいです。一回ね、セルの方向で取りましたけども、やっぱりここまで来ていると、うん、下がるだけ下がったんじゃないかなっていうのが、今日までの結論です。ここからは上がっていくしかないかと思ってますけども、正解はわかりません。その辺をこれからも見ながら来週につなげていきましょう。それではまた追加します。